これより会議を開きます。この際ご紹介申し上げます。ただいまシリン・シャルミン・チョードリー・バングラデシュ人民共和国国会議長ご一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、諸君とともに心から歓迎申し上げます。高木剛君ほか36名から正規の賛成を得て、議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付するの動議が提出されております。右動議を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。森山正人君。自由民主党無所属の会の森山正人です。私は提出者を代表し、ただいま議題となりました議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付するの動議につき、その提出理由をご説明いたします。去る5月18日、令和新選組の櫛渕万里君は、財務大臣鈴木俊一君不信任決議案の記名採決に際し、与党も野党も茶番などと書かれた物品を壇上で掲げ、議長の許可なく発言するという暴挙に出ました。記名採決における本会議の登壇は、議員個々の賛否の態度を示すために議長において許可されたものであります。しかしながら、櫛渕君はこの壇上を根拠なく占有し、物品を掲げ、一方的な意思表明を繰り返しました。いやしくも会派の代表たる議員が、与野党の合意のもとに成り立つ本会議の最中に、議長が制止したにもかかわらず、パフォーマンスを行うことは、国会審議全体を冒涜するものであり、国会運営という重責を担う我々国会議員や議会関係者に対しても、無礼極まりなく、残念でなりません。櫛渕君の言動は、議員は議員の品位を重んじなければならないと定めた衆議院規則第211条に明らかに違反するものであり、断固抗議いたします。そもそも櫛渕君は去る2月28日の本会議においても、議長の指示に従わず壇上で不規則発言を行ったことから、3月3日に議員運営委員長から厳重注意を受けております。さらに5月18日当日、本会議に先立つ議員運営委員会理事会において、同会派の大石晃子君が、先の5月12日に行われた財務金融委員長塚田一郎君解任決議案の記名採決の際にも同様の示威行為を行ったことで、理事会の総意として議運委員長から厳重注意を受けたばかりでした。それにもかかわらず、たった数時間後に同会派代表者の櫛渕君が議員の品位を傷つけ、国民からの信頼をなくす極めて悪質な行為に及んだことは、まさに立法府の権威を貶め、議員の秩序を乱す蛮行であるとのそしりを免れません。このように議員運営委員長からの注意を受けているにもかかわらず、再び議員の秩序を乱した櫛渕君の行為は、明らかに確信犯的なパフォーマンスであり、到底容認できるものではありません。言うまでもなく、国会は国権の最高機関であり、言論の府であります。しかし、秩序のもとに言論の自由が保障されているのであって、無秩序な行為、言動を容認することは、ひいては
議会制民主主義の根幹を脅かすことにつながります。櫛渕君の行為は決して言論の府に相ふさわしいものではありません。自分の主義主張通りにいかないからと身勝手な手段を取ることは極めて不適切であり、断固非難されるべきものです。この動議は国民から選ばれた国会議員の、そして少数会派の意思を決して封殺しようとするものではありません。与野党は令和新選組所属議員の度重なる問題行動に対しあくまで注意にとどめ、自主的な構成に期待し温情を持って接してきました。しかし議運理事会の総意をもってした厳重注意を一個だにせず、反省の意思がないことは明らかであり、これ以上看過することはできません。以上の理由から櫛渕君に猛省を促し、国会議員としての自覚を改めて認識するよう強く求めるため、衆議院として厳しい懲罰を科すべきものであると考え、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党無所属クラブの5会派共同で本動議を提出いたしました。真にあるべき言論の府を守り抜くためにも、議員各位のご賛同を心からお願い申し上げ、私の趣旨弁明とさせていただきます。この際、櫛渕万里君から弁明をいたしたいとの申し出があります。これを許します。櫛渕万里君。令和新選組の櫛渕万里です。ただいま議題となりました私を懲罰委員会に付するの動議につき心情弁明を行います。まず5月18日の壇上における行為について議場の皆様にお詫びをいたします。国権の最高機関である国会において言論の府として議会制民主主義の根幹を支える委員の秩序とルール、これは本来尊重されるべきものであることに深く同意いたします。私としても考えに考え抜き、党の内部でも真摯な議論を重ねた結果、政治が暴走するその危機に対してやむにやまれず今回の行動に至りました。最後の決断として背中を押したのは憲法の前文でした。国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。言うまでもありませんが、国会議員は国民の代表者としてこの議場に臨んでいます。国民の厳粛な信託に本当に応えているのか、国民は福利を享受できているのか、私たちは国会の中でも外でも常に国民のことを念頭に置いて行動しなければなりません。個人の尊厳や健康で文化的な最低限度の生活がすべての人々に保障されるよう国会は機能しているんでしょうか。平和主義を掲げた憲法の規範に沿って国会で徹底した議論が行われているのか、すべての国会議員は公務員として全体の奉仕者足り得ているのか。今回もこのような自問自答を重ねました。先ほど述べました通り、委員の秩序とルールは尊重されるべきものです。しかし国会における秩序とルールを守ることと、
国民の代表として求められている行動との間に大きな齟齬が生じた場合にどうすべきか。今回の私の悩みは、すべての国会議員に共通するものではないでしょうか。今から13年前の2010年5月12日、内閣委員会で国家公務員法改正案の採決が行われたときどうだったでしょうか。当時、野党だった自民党議員が委員長席の周辺に詰めかけましたが、多くの方がプラカードを掲げられておりました。中には、天下り根絶をなぜやらないというプラカードもありました。再び自民党政権となって10年以上経った今、元事務次官や現役の航空局長など、国交省ぐるみで天下りを強要してきた疑惑があることを考えると、誠に興味深いものがあります。2015年7月15日、平和安全法制特別委員会はどうだったでしょうか。この時も野党だった民主党議員が、強行採決反対といったプラカードを持って、委員長席を取り囲みました。これらの時に、委員室に無許可でプラカードを持ち込んだ人は、今もこの議場にいらっしゃると思います。中には党の代表を務める方もいるかもしれません。あの時、議会の秩序とルールを守らなくていいのか、そうした葛藤を抱えながらも、こんな法律は絶対に通してはいけない、何としても止めなければいけないと、国民の代表として求められている姿の方を優先させた結果、委員長室での行動に至ったはずです。ここで胸を手に当てて考えてみてほしいのです。あの時ほどの熱い思いで今国民のために戦っているのかと。もちろん国会は言論の府です。しかし委員会や本会議で反対を討論する正攻法だけではどうやっても止めることができない。そうした時にどうすればいいんでしょうか。選挙で勝って議席を増やし、与野党の議席が拮抗して抗えれるようになるまでは、どんなに国民にとってひどい法律が作られても仕方がないと諦めるしかないのでしょうか。岸田政権によって閣議決定で国の安全保障政策が大転換したり、東電福島第一原発の事故から12年しか経っていないのに、その教訓とした運転期間原則40年ルールを急に65年超えも可能としたり、国民のかけがえのない健康保険証、これを廃止し、マイナンバーカードに一本化したり、迫害の恐れのある外国人を強制送還することを可能とするなど、今ほど危機的な状況はありません。さらにこの間、防衛予算の大幅増の議論を進める上で、後期高齢者の医療保険料の負担を増やす法律が成立してしまいました。失業給付などに使われる雇用保険料の労働者負担も引き上げ、コロナの5類化を受けて、現在は無料としている検査や外来、入院時の費用に患者負担を求めることも決まりました。そして政府はさらなる負担増として、子育て支援財源を社会保険料の負担増で賄う見込みです。こうした状況に対して、れいわ新選組は委員会での質問はもちろんのこと、今年度の予算は組み替え動議も提出し、反対討論も行うなど、徹底して議論で戦ってきました。限られた時間での質問は1分1秒を決して無駄にすることなく議論してきました。その上で、たった一人の小さな力でも諦めずに、国民の生活と命を守るためにできることは何かと考え抜いて、やむにやまれず行動を呼んだというのが今回の経緯です。今特に問題なのは、防衛財源確保法案です。5年間で43兆円の防衛費増額を行うためのものであり、その使途はアメリカから言い値で大量の武器を買い、復興税の流用で被災地を無視した挙句、苦しんでいる国民に増税を押し付け、日本を戦争経済でボロボロにさせる、絶対にやってはならないものです。また防衛産業基盤強化法案も論外です。これは単に国内防衛産業の衰退防止だけではなく、海外への武器輸出を国が支援する内容や、戦後初の防衛産業の国有化を可能にする条項まで盛り込まれた、日本が複合的に軍需産業の促進に突き進む恐れのある極めて問題の大きい法案です。この国に生きる人々の暮らしよりも、日米防衛協力の強化にお金が流れ、防衛装備品の輸出の支援によって日本全体が戦争を経済化していく、すなわち
死の証人となりかねません。安保3文書によって平和国家としての日本のありようが180度変わり、専守防衛は脅威対抗型の安全保障戦略と形を変える、敵基地攻撃能力の保有を可能とし、日米一体化のもと米国が始める戦争の最前線に沖縄が、日本が立たされることになります。その時の壊滅的な被害を、今でさえ苦しむ国民の暮らしのことをわずかでも想像して、これら予算や法案の採決に臨んでいるんでしょうか。確かに我が国の周辺の安全保障環境は厳しさを増しています。しかしそれに対して武力には武力を、核兵器には核兵器をのごとく防衛能力を拡大し、さらには核抑止の拡大や核シェアリングが進んでしまえば、日本を含む北東アジアが核軍拡競争の新たな火種の地域になりかねません。私は昨年ウィーンで開かれた核兵器禁止条約の第1回締約国会議に出席しました。そこには集まる国会議員会議でその懸念を伝えたところ、 NATO 加盟国の議員からは、日本で核共有の議論があるというが、核兵器がシェアされることはありえない、核保有国の兵器が押し付けられるだけで、押し付けられた側には何の権限も与えられないという声がありました。そして会議声明では、核抑止と核シェアリングを安全保障政策として正当化する動きを深刻に懸念すると表明が出されています。また先日は超党派で構成される北東アジア非核兵器地帯条約を推進する国際議員連盟のソウル会議へ先輩議員の先生方と参加し、韓国の国会議員と議論をしてきました。朝鮮半島でさらに高まる危機を共有し、今こそこの北東アジアを核の傘から非核の傘にしていく努力が必要であることで一致し、地域に共通の安全保障の枠組みを作る、その努力をしていこう、その必要性を確認し合いました。平和憲法と非核三原則、これを持ち唯一の戦争被爆国である日本が二度と戦争をせず、国の確かな安全保障と地域の平和と安定に貢献できる道は何か、アメリカに追従するだけではなくて、時代の危機感を共有するすべての人と知恵と力を出し合い、もっと国会で真剣な議論を尽くし、国民の命と尊厳を守るために、私はあらゆる努力と行動をしていく決意です。そして今何よりも政治がやらなければいけないことは、この国に生きる今苦しんでいる人々を救うことです。我が国は30年も賃金が上がらない、日本だけが経済成長していません。コロナになる前から生活に苦しいという人が 54%、 母子世帯では 87%、 また子どもの7人に1人が貧困と、 G7 ではアメリカに次いでワースト2です。さらに年金支給額がどんどん減らされた結果、年金だけで生活している高齢者の数、年金だけで生活していると答えている高齢者は今や4分の1以下になってしまいました。その上にコロナと物価高で、いわば三重苦といえる非常事態に国民生活は陥っているんです。実質賃金は12ヶ月連続でマイナス、昨年1年間に自ら命を絶った人たちは全国で21,881人、小中高生の子どもの自殺者は過去最多の人数を記録しました。これから夏が始まるのに電気代が最大 40% も高くなるなど、国民を熱中症で死なせてしまうのですか。秋にはインボイスでフリーランスや事業者に増税を課して廃業させてしまうのですか。少子化対策で社会保険料の負担増とすれば、子どもはますます減っていくでしょう。そうなれば国家自滅の道です。またなぜ海外の輸入を守るために牛を殺し、酪農家を離農させてしまうのですか。食料自給率はたったの 38%、 余った乳製品を政府が買い取って、それを生活の苦しい人々に配る救済策を行えばいいではありませんか。食料も自国で確保できない政権に安全保障を語る資格があるのでしょうか。砲弾あるけど食料がない、それは先の大戦の歴史の教訓ではありませんか。アメリカから武器を爆買いし、ミサイルや銃は揃えるけれど、国内に目を向ければ86歳のお年寄りがコンビニでおにぎり1個、
万引きして逮捕される、串渕君、今の日本社会の現実です。陳情弁明の範囲を超えていると思いますからご注意を願います。このような状況は私はあまりにもおかしすぎると思います。なぜ政府は防衛費倍増に素早く財源を確保するのに、国民や事業者や酪農家を救うために財源は確保しないんでしょうか。なぜ原発推進のために大量の新たな国債を発行するのに、子どもたちのために、少子化を克服するために積極財政で人に投資をしないんでしょうか。やればすぐできるんです。本気になればやれるのです。それが岸田政権の財政運営で分かったのですから、徹底的に野党が一丸となってこの国に生きるすべての人々の権利と生活を守るために戦おうじゃありませんか。それを国会の中でも外でも可視化できるように行動を起こそうじゃありませんか。そして日々の生活に追われ厳しい現場を必死に生き抜いている人たちと手を取り合い政治を変えていく、これが民主主義ではありませんか。それをリードするのが国民に委託された国会議員の役割、国会の現場を知る議員の務めであると信じて行動してきたのが、繰り返しますが私の今回の行動の真意であります。私は今回のことを機に、自分が最初に政治を志したことの時のことを思い出してみました。 NGO で17年間人道支援や平和構築の活動に携わり、友人にも血縁にも政治家の全くいない環境で育った私が政治を志した理由、それは政治の力で命を救えるからです。戦争をさせない、貧困で苦しむ人に手を差し伸べる、環境破壊を止める、すなわち全ての生きる力を支えることのできるのが政治である、そう信じてこの世界に飛び込みました。もう一つ理由があります。世界80カ国の現場を生きながら気づいたのは、日本が先進国でありながらほぼ一党の長期政権が続いて政権交代の文化がない、つまり健全な民主主義が機能していないということでした。そして独裁や軍事政権から民主政権、これを樹立した他国の人々や成熟した民主主義が確立している国々の人々と対話をして気づいことがあります。それは戦う野党がなければ民主主義は機能しないんだということです。今回 G7 サミットが開かれました。自由と民主主義の価値を共有するとしている G7 の中で、政権交代の政治文化が定着していないのは日本だけです。選挙があれば民主主義なのではありません。民主主義の目的は政治が常に国民の手の中にあるということです。そして政治は常に国民のことを考えているという状況にあることです。選挙があるのに政権交代がないということは、選挙そのものが目的化、政治化していることであり、戦う野党の不在が民主主義を後退させ、この日本を衰退させてきたのではないでしょうか。歴史の大きな転換点に、日本から負託を受けた、国民から負託を受けた国会議員として、私は改めて今一度勇気を出して議員の皆さんに呼びかけます。戦う野党を復活させ、苦しんでいる国民の生活と命を救おうではありませんか。日本の民主主義を正常化させて政治の暴走を止めようではありませんか。戦う野党の復活、それ以外に政治の暴走、国家の衰退を止める手段はありません。最後にケネディ大統領の言葉を紹介します。我々は真に勇気のある人間であったか、敵に対抗する勇気のほかに、必要な場合には自己の仲間に対しても抵抗する、それだけの勇気を持っていたか。私の壇上での行動になぜ連帯すべき野党まで批判したのかと問われることがあります。しかし冒頭に述べた通り、国会議員は国民の厳粛な信託を受けています。真の連帯とは単なる仲間意識によるものではなく、国民の信託によってつながるべきものであると考えます。ならば仲間である野党が国民の信頼に、すでに相当の時間を経過しております。結論を急いでください。ならば仲間である野党が国民の信託に十分に応えていないと判断したときには、仲間に対しても抵抗することこそ自己に与えられた役割ではないでしょうか。議会のルールや秩序も重要ですが、本当に応えるべき国民の信託であるとの意識を呼び覚まし、戦う野党の復活、そのことに少しでも
つながるものではないか、こうした考えに基づく行動でありました。以上、行き過ぎた面があった点は改めてお詫びするとともに、やむにやまれぬ行動であった、そのことをぜひともその真意を送り止めいただき、そうお願いいたしまして、私の心情弁明といたします。懲罰の動議は討論を用いないで採決することとなっております。よって直ちに採決いたします。高木剛君ほか36名提出の動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって議員櫛渕万里君を懲罰委員会に付することに決まりました。日程第1、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員長、橋本岳君。ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化、子ども政策、デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案はデジタル臨時行政調査会におけるアナログ規制の見直しに関する検討等を踏まえ、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するために必要な法律上の措置を講ずるものであります。その主な内容は、第1にデジタル規制改革を国の基本方針とすることとしております。第2に規制の見直しに資するデジタル技術に関する情報の公表及び活用について定めることとしております。第3にフロッピーディスク等による行政手続きについてオンラインにより行うことができるようにすることとしております。第4に書面掲示規制が設けられている書面の内容についてインターネットによる閲覧等を可能とすることとしております。本案は、去る4月27日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日、本委員会に付託をされました。本委員会においては、5月11日、河野デジタル大臣から趣旨の説明を聴取し、18日から質疑に入り、23日、質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、本案に対し、付帯決議が付されました。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。日程第2、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。
国土交通委員長木原実君。ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。北朝鮮は令和3年4月以降も前例のない頻度と対応で弾道ミサイルを発射するなど、核及びミサイル能力を増強しております。また政府は北朝鮮に対して一日も早いすべての拉致被害者の帰国を強く求めてきておりますが、未だ解決に至っておりません。本件はこうした北朝鮮をめぐる諸般の情勢等に鑑み、北朝鮮船籍のすべての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶および北朝鮮に寄港した日本籍船舶について本年4月13日まで入港を禁止することとした閣議決定を本年4月7日の閣議において令和7年4月13日まで2年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき入港禁止の実施につき国会の承認を求めるものであります。本件は去る5月23日本委員会に付託され、昨24日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本件は委員長報告のとおり承認するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。日程第3、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。文部科学委員長宮内秀樹君。ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を報告申し上げます。本案は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構により設置される放射光施設の共用を促進し、科学技術に関する研究等の基盤の強化等を図るため、当該施設を特定先端大型研究施設に追加するとともに、同機構に放射光共用施設を研究者等の共用に供する業務等を行わせることとする等の措置を講ずるものであります。本案は参議院選議に関わるもので、去る5月19日本委員会に付託され、同日永岡文部科学大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。ついで昨日質疑を行い、これを終局した後採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対する付帯決議が付されたことを申し上げます。以上報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。